皆さんお元気ですか。菅野直樹です。ドイツのことわざに、どうにもならないことは忘れることが幸福だ、そういうことわざ言葉があります。どうにもならないってことは変えられないことですね。ニーバーの祈りに有名なこんな祈りがあります。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと変えることのできないものを識別する知恵を与えたまえ、まあ、大きく分けて3つ。変えることのできるもの、まあ、これはですね、自分の中にある自分のコントロールできる領域で、変えられないもの2つ目、それは人や状況、過去で、変えられないものはね、そのまんま受け入れるのがいいですよ。そしてその3つ目は2つを見分ける知恵をください。いやー、素敵な祈りですね。まあ、ともするとね、変えられるものを変えたくないで、変えられないものを変えようとするから人生うまくいかなかったり問題が起こるんですよね。どうぞ過ぎ去った過去についてはそのまま受け入れ、感謝しましょう。そして未来についてはまだ来ていないので、悩むことをやめて、明日のことは明日が思い煩うであろう。私たちが生きれるのは今だけです。今日だけです。ですからそこを私たちのフォーカスとして生きていきたいと思うんですね。で、明日のことは悩まない。でも悩まないけど、備えあれば憂いなしというように、明日の備えをしたらいいんですよね。数日前から私はバイクで、今日はツーリングに来てるんですけど、その準備をしてきました。一日時間を取るためにね、仕事を切り詰め切り詰め、そして忘れ物がないように準備をして、そして来ました。もし準備をしなかったらね、あと1時間2時間出発に遅れてしまったかもしれません。備えあれば憂いなし。私たちは明日を悩むんじゃなくて、明日に向かって準備をし、そして明日どんな一日になるんだろうか、ワクワクドキドキしながら生きていきたいものです。過去は変えられないから、そのまま受け入れ、感謝する。今はいつも今が最高と感謝する。そして未来は何があるかわからない、それをワクワクドキドキしながら、期待しながら生きていきたいですね。皆さんにそのような素敵な人生を、聖書はそう進めているんです。あなたは過去を後悔し、今を逃避し、未来を心配している、そんなことないでしょうか。神はあなたと共にいます。過去を感謝に変え、今を喜んで生きていけるようにし、また未来をワクワクドキドキできるようにしてください。今鳴いているこのセミはですね、1週間ぐらいで死んでしまうんですよね。でも俺の人生1週間だけかと言わず、一生懸命ミン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 、この暑さをしのがせてくれるかのように、涼しい気持ちにさせるかのように、まあ、なぜ泣いてるのか分かりませんでもね、私はセミの声が好きです。そしてこの川のせせらぎ、流れもいいですね。素敵な一日でありますように。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。ごきげんよう。さよなら。